携帯からね、やって…画質大丈夫ですかあ、よかったですちょっとアイパッドをね、忘れてしまって、うん、携帯からの配信なんか…よかったですこんばんは今日はね、髪の毛巻きなんですよちょっと珍しいですよね 今日は巻き髪です <laughs> こんばんはウェーブ似合うあありがとうございます嬉しい。 では薪です前髪いい感じやっとねやっと買いましたよこのアロエを皆さんからねああの日焼けにはアロエがいいよって言われたので教えていただいたのでアロエを見てもう伝わんないかなこっち白いじゃん内側ほら 塗っていくそう、アロエがいいって聞いたあれああ。ひぃーしみるひぃ白いじゃん 染みた今染みるのえ今染みた一瞬たぶん冷たいのやったら響くなんかバーベキューで頑張ってるお父さんって感じの腕になっちゃったほら白いでしょ やばくない思った以上に真っ赤白いじゃん黒いイエイめっちゃ日焼け止めちゃんと気をつけて塗ってたんですけどここも焼けちゃってる草野球のあとそんな感じになってるあとここも今はもうなんか今化粧メイクしてるから大丈夫なんですけどこれメイク取ったら赤くて。 全然違うでしょ。でもな日焼けって嫌だけどなんかやったーって感じ。あ日焼け夏だーって感じ。あとお腹空いちゃった。お腹空いちゃった。あああよかったお箸ないと思った。 お箸ないと思った意外と嬉しいんだ意外となんかね嬉しい日焼け久しぶり日焼けしたの「ハッシュタグ好きなんだな」のミュージックビデオの沖縄以来でした日焼けたこぶつをいただきますうわなんかスースーするもう 半端なくお腹が空いてます、今。半端なくお腹が空いてる。もぐもぐタイムしましょうね、一緒に沖縄とどっちが焼き沖縄の方が焼けましたね、沖縄の。うんたこぶつですよ。いただきます。お腹。すいた。あ お茶買うの忘れたあお茶あるっけめい,いやわいも腹減った食べて食べてうーんうーんあ美味しいうーんやばい おいしい。あっうんなにこれ誰じどうだったこのん。何さんうんー床押しアイコンの方。うんありがとうこれ何お花お花のお花タワーみたいななんだろうお花タワーみたいなありがとうオンライン役司会待ってるねー <laughs> オンラインしか会待ってるね。いつそメールの返信ありがとう。ツイッターもね。ありがとうコメントも。うん,ん,ん今日は床押しじゃなくてこしゃ押しアイコンなのそれ。床押しじゃなくてこしゃ押しアイコンなのそれ。なんやねんなんやねん あおは、おしゃべり会おしゃべり会だオンラインおしゃべり会え残念腰押しのなんだ腰をえっ、ー、いじゃないの腰単押しのやつなのなんかついたおしゃべり会のために部屋の掃除を始めた とりあえず楽しみえー、私も初めてだからさどんな感じなんだでもさこういう感じなのかなあなえりさん元気っていう感じこういう感じなのかなうんもがみきた何食べてるタコブツテレビ電話みたいな感じだよね そうだよねえ、こんな感じだよねだからあ何々さん元気ってこういう感じだよねきっと楽しみだだってなかなかさ何ですかなかなかないですもんね一方的に喋ると終わる気がする違うそんなことないです ちゃんと聞きますいつもは一方的に握手が喋っちゃうけど今回はちゃんとで久しぶりで私も緊張するから喋れないと思うかも <laughs> 最初 <laughs> はな。なんか恥ずかしくないこれでさ「あなんかなナにーさん元気してた?」って笑ってしまいそう <laughs>。 うん、俺も参加したいあれさっきコメントで「親から許可もらったからするよ」って書いてなかったさっきオンラインでも話せるのありがたいねまあけどさ直接話すに超えたことはないけどでもさ多分この今のこの状況がさあってさやっぱり直接会ってお話しすることできないけど逆に もうそんななかなかさそういう機会もないじゃないですか逆な,ないですええやったことありますオンラインなんかビデオ電話的な感じであこんにちはみたいなありますなんか電話とかのさなんかはあったかもしれないけどさないですよねビデオ電話みたいなだから結構すごくレアになるんじゃないですかねねうん なかなかなないですよね後から振り返ったら面白い聞く。そうですよね NMB、MM、さん抽選出てるえ抽選でなんだ LGT は応募して当選したらまあ抽選だけどまあ絶対応募したら絶対できると思いますうんあとねこれ買った 塩お,おつまみって書いてある塩オクラオンラインも今後残るかもそうかなでもできたらも今日の主食はこれうか方話すの初めてだけどえう、ー、しい話しましょうね何秒いできるか聞いてみますあ確かに。 何秒なんだろうちょっと聞いたらメールに書きますねツイッターでもそこら辺の詳しい詳細は出てない新潟県産のお米を使用遠征組には大変ありがたいまあそうですよね移動する手間もなくなるあ来ないんだけどあテープってあった 塩ロは牛角が有名だよね。そうなの ?NNMBFee48 は30分、三十秒です。あ、そうなんですね。分かない。あ、テープだ。平日だオンラインなら参加できる。ねお仕事の合間とか。いただきますゆかなんでこれが買ったかって、アサリが食べたかったんです。涙を飲んで諦めなくていいから。そうね。 なのでここにいる初めての方ももうほんとこんな感じですこれのあなたが答え返事したら応答するみたいなもう本当にこんな感じだと思うので全然緊張せず是非ショールームの延長っていうかまあショールームの自コメントが自分の声になったみたいな感じだと思うのでぜひ是非お話ししましょう うま。うん。なんかね、これもある意味オンライン。元気そうよかった、た元気ですよ、アサリの酒蒸し大好き。海外の方。あ、確かに。確かに、確かに。ゆかちゃんは声が大きいから、音量を最初にしないと。なんなの。 今まで在宅だった人ができるのはそうですよね今までなかなか現場に来れなかったっていう方もこれを機にぜひそう海外の方ともお話しできるんですねうんうまっ 交流会なら何度かやったけどああ今日はたくさん動いたたくさん動いてからお腹かすいて眠くなってきたたくさん動いた眠くなってきてお腹すいて眠くなってきてお腹すいてお腹すいてお腹すいて飲むかいてお腹すいた 海外から参加できないのえ美香ちゃん雰囲気変わったなえー、どんな感じやりきった顔してますなあ、本当ですかありがたいですね、お仕事があるのってね、本当に ありがたいですよね、本当にうん、ほんにありがたい正しい酒うまい焦りが美味しいやばい、ごめんなさい食べてばっかりででも、一刻も早くショールームを 痛くてでもお腹がすいてたねすみませんねちょ,ちょっと待って喉乾いた今日のお茶があるんだよなまだ確かあいてててて。痛々痛々 これはラベル。剥がす。おめおにぎり開けるの上手？あ、美味しい。芳二ちゃん。おにぎりだったらメンタイえっとねおにぎりだったらツナマヨが好きですけど売ってなかったです。いただきます。 あっつに似合いしか…おも似合ううん、もう、もう来たじゃんい,いい音したかわいい これが、もう、夏から来か。<laughs> おにぎり食べたくなっていいでしょう。う <laughs> ごめんなさい。ほんとにお腹空いてて、何か食べないと、喋れないんですよ。うーん。 かサピーから LINE が来てたマリナちゃんから LINE が来た今あとで返信するねもうなんか幸せおいしいうん おいしい <laughs> なんかなんかさお仕事してさいっぱい動いてさちょっと疲れ切ったあとにさ食べるさご飯ってなんでこんなおいしくて幸せなんだった <laughs> なんか泣けてくる <laughs> 泣けてくる <laughs> うーん 泣けるなんか <laughs> うんシングルが嬉しいから <laughs> うん泣ける <laughs> うんうまい <laughs>、うん、なんか なんかお仕事させてもらっていっぱい動いて疲れたなぁ楽しかったなぁっていう感情の中に食べるおにぎりが本当に美味しい美まい <laughs> 美味しいし嬉しいまっもう美味しいし なんでこんなに、確かに自粛期間が多かったから、お仕事して、お腹すきまくりのおにぎりは、もう最高うまっああ、最高 1>, 確かにね、1年9ヶ月ぶりの味ですうんうまっうまい <laughs> うまいうまいうん おいしいですいやお仕事ができるって嬉しいですね本当にうまいな別に泣かんでいや泣くとかじゃなくて泣,泣けるほどおいしいんですよ泣けるほどおいしい 大好きなゆで卵、はあ、こあむくろ難しいむくろ苦手なんだよねマ <laughs> マほんとにお腹空いてたまらない今日のゆかのデザートもあるんだご褒美な何だと思うデザート なんだと思う後で見せるね、デザート朝から食べてないのうん、食べてないフルーツサンド一個半分食べたけど シャーベットピンクのさ略し方何だろうしゃべぴしゃシャべぴべっぴんっていう人がいたメールの返信でシャーベットピンクべっぴんべっぴんって言ってる人がいましたよいただきます桃太郎って言ってる人もいたうんうん もうつまらせないように <laughs> ありがとうございます。 う,ーんうんうんなんだこれタワんうんうんうんタワーありがとうございますうんうんさんあんがとうごういます。 ありがとうメールの返信も待ってるよいつもありがとうこの人はね握手会に初めて来てくれたときに名前言われたときにびっくりした「<laughs> ショールームの!」とか言ってびっくりしちゃった初めて握手会来てくれたときにねねー もう一個、このお城の人がね見えないあお城の人あっうんのさんうんのさんちょっとおめでとうございますもうねめちゃくちゃ応援してくれている方ですツイッターもゆかのことたくさん書いてくれてるゆかのゆかのためのこととかいっぱい書いてくれる握手会もいっぱいに来てくれるありがとう いつも言ってる名前言ってない言ってないで次にこれです次はこちらをいただきたいと思いますこれっていつも難しいなんか シキルがあるからどうしたらいいんだろう。これどうしたらいいんだろういつも。水の切り口。<laughs> ああちょっとこれはせあっちでやってくる。これちょっとああちょっと怖いからここで。 いただきます。あ。うん、うん、じゃん。ありがとう。ゆかがニックネームつけたんだよね。うんも、もう。て名前、ゆかがつけたんですよ。女の子、可愛い,い。ありがとう。あ、うま。

まだ反映されてない。もうちょっとしたら反映されるから。うーん。あれ？嘘。うんふ、うん。ちゃんと前。あ、熊のやつでもこれも？ 頭抱えてるやつ。うんうんんうんさん <laughs> さんありがとうメール返信見てるよ。ツイッターも見てるよ。さんありがとう早く会いたいな。さん。 言ってないよ。もう言ってるそれ言ってないよ。言ってないよ。言ってるって思ってるから言ってる。言ってないから言ってないって。ただ本当に美味しい。ありがとうお蔵食べたくなってきたお蔵いくら 何円120円とかじゃないうんーやばい気づいたらもうあと2本と昆布が2個しかない。 もう食べよオクラ元気でそうオクラメカブ好きなんだよな一緒だね私と食の趣味が合いますね待ってもう食べるものがないお腹かすいた チーズ入りサラシートを使用した濃厚チーズタラいただきますそんなメールメールの書いてあるノー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  明日メールに書ったのはチーズのカリカリうーん美味しいちょっと待ってこれは寝る前に食べたいじゃあゆかのおやつを。 のおやつは今日はご褒美にこちらですスススターバッックスのポテトチップス <laughs> ご褒美にスターバックスのポテトチップスをちょっとね普通のポテトチップよりはお高いんですけど今日は自分では頑張ったなと思ったので。 そうなんですはいご褒美にスタバのコンビニなどではなくどうしてもスタバのポテチが美味しいんですこれはもう強引にここから開きますおー 茶番行ったらこれだけ買いました。どう見てもビールが必要。塩味塩味。本気の味だ間に合いました。ありがとうございます。 どういう音 ASMR? 今からイヤホンつけてください 男やわ、で間違えてるでしょいい音だわでしょう、なにいい男やわ。<laughs> バイト戻ります。うん。頑張ってね。ありがとう。A. K. B. N. G. T. フォーティエイトです。実はビール飲んでる?。飲んでません。 食べるゆかちゃん、好き。ありがとうございます。コメント読ま。ゆかちゃん、お酒飲める。うん、でも、そんな飲まないですね。あんま飲まないです。友達とご飯行った時とかは、もう、もう基本ウーロン茶だし。うーん。うーん。レモンサワー、うん、飲める。ビールも好きです。うん、けど。 基本お酒はあんま飲まないですねただ意外と言われるのはビールは好き目玉焼き好きんあ俺は目玉焼きどういうこと家では飲まないあんま家で飲まない家でのお家でお酒ううん、うん 炭酸好きなゆかちゃんのビールん炭酸好きなゆかちゃんのビール好きは違和感あ確かに炭酸好きだからうんが例えば公園終わって メンバーの子とご飯に夜ご飯行って2回公演とかした後にメンバーのみんなとご飯に行ってでみんなお酒飲むじゃないですか飲む子もいてビールを飲んで <laughs> ってなりました私新潟の居酒屋さんのおつまみっていうかそういうのがすごい美味しいんですよ 枝豆とかね今仕事終わったお疲れ様公園終わるのビールはメンバーもオーダーも最高やね最高ですねうんガタピーがガタピーもビール好きでガタピーと一緒にうんこれからビール美味しい でもそんな飲まないですけど、ね、お酒自体はなんか公演終わった後にメンバーととかならあるけど普通にご飯行く時とかはウーロン茶です太るからねお酒は太るからお酒って西荻の二人で飲みに行く二人で行きますよガタピーのこの間ガタピーの地元で一緒に ガタピーの地元行ってのおいしい焼き,焼き鳥屋さんがあってうん,なんかガタピーと遊ぶ時はそこの焼き鳥屋さんとか行ってうん太るっていう割に今お菓子食べんの今日は今日は頑張ったなって自分的に思ったのでご褒美としてです もうお酒飲めるんだもんね不思議うんそう16歳で加入したので当初から知ってくださってる方は不思議に思うかとえな何これなんでこの3人もどうしたのこの3人このチーム関西3人なんでここどうしたのどうしたの なんでありがとうだけどなんで <laughs> ありがとうもう、うん、このお三方はね握手会3人で連続でね来てくれたりもしますねもうオンライン握手会で待ってますねオンラインおしゃべり会だいっぱい話しましょうねって <laughs> ありがとう いつも見てるよ、ツイッターも。<laughs> 監視してるし、モバメも。でも、モバメ、返して、なかなか返してくれない人がいますね。許せない。なんでまた、うん、吉井さん。ありがとう、うん、吉井さん。実質言ってる言ってない、言ってうん、吉井さん。いつも、いつも、すごい長く、 いいお返事くれますありがとうオンラインおしゃべり会であのお話ししようねいろいろ俺は返してるうん見てますよ <laughs> ツイッター見るなっていう人危ないそうだよねだってなんで見ちゃいけないんですか なんで見ちゃいけないんですか、ツイッター。みんなもゆかの見てくれてるように、ゆかもみんなの見ますよ、そりゃ。<laughs> 見て、たくさんつぶえてるよ、俺は見られると困るようなことは書いてないよ。ツイッターで運営していくよ、ありがとう、見てもいいようなアカウントってことは、もう一個あるってこと。 インスタも見て、モバメの返信の仕方がわからない。えっと、来たメールに対して、そのまま返信で送ってくだされば。大丈夫です。あれ、なんな,なみんな、みんないいよ。みんな便乗しなくていいよ。<laughs> うんうん。うん、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 ありがとう。うん、くさん。<laughs> んくしかであったきりですね。いつもありがとう。 これから床押しでちゃんとつけてきてねこれちょっとみんないいよ美女しなくて今日は別に特別な日でも何でもないから無理しないでください本当にねあっうんちサイドの床押しさんありがとうありがとううんうん握手会でね早くうん うーって大声で呼ばせてねお名前 <laughs> いつもありがとう次うん、うん、うんちゃんさんありがとうございますありがとう最近はねえー、瀬戸内方面にまた気に出し始めているんですかね でもやっぱ多いですね、NGT48。応援してくださっててる方で、STU も好きなんですっていう方、やっぱ多いです。見てますからね、ちゃんと。けど、けどけどだよ。けど、私のことをめちゃめちゃ好きでいてくれてるのはめちゃめちゃ知ってます。タン押しですありがとう。ちゃんとタン押し。 ですって自分で言ったんだから自分で言ったんだからね今それでお願いしますうん好きな子はいっぱいいていいと思うけどね全然、うん、マシュマちゃんのぞいたフォローしないのあしたよポテチが進みますなって つん好きありがとう今のところみんなわかるリカゆかありがとう何がそうだよリカちゃんとお揃いです髪型ジャケシャユかちゃんと話する楽しみにしてる <laughs> 楽しみですねササブロアカコサブロ三アカってパパ書いてるのうん投稿はたまにわ私が多いけどストーリーはほとんどパパです FM 新潟のパーソナリティの方がおぎうかを知ってええー、嬉しいありがとうございます ありがとうございます。髪の毛自分でなわけ。早くゆかちゃんと会いたいうわ。嬉しい。しゃべピン早く聞きたい。しゃべピンしゃべぴんなんだ。うんごがついていればパパうん。そう。うんごがついてるやつはパパです。私うんご使わないから。<laughs> パパ line でもうんご言ってくるから、さっき line でも今日は疲れたんごとか。ご飯何食べるんごとか？ 見分け方はあろう,たそう私の知り合いに同姓同名の荻野優香さんが「えぇ、ー、お会いしたいです」あママから LINE が来た「いいねは古車」って来ました古車の肉球アルゼンチンタンゴいやかましいわ違うよそのアルゼンチンタンゴとか やっぱお腹すいたなお腹すいたんごーで公園に早く行きたいうん早くしたいですね公園ん,んか しょっぱいものが食べたい意外にマンゴー意外にマンゴーまだチータラがあるチータラあるけどお腹たまんないからななんか今日赤ちゃんみたいちゃんみたいってということちゃん赤ちゃん,赤ちゃんガラピーの赤ちゃんって言い方ねマリアちゃんがに言ってくる「赤ちゃんみたい」ってたまにゆかに言ってくるのちゃんみたい。 マリナちゃんの赤ちゃんの言い方。赤ちゃん。おばあちゃんの言い方。おばあちゃん。おじいちゃんの言い方。おじいちゃん。ガタピーのまね。赤ちゃん。おじいちゃん。おばあちゃん。声は違うけどね。ガタピーこうやって言うの。赤ちゃんっていうの。は <laughs> っ <laughs> 赤ちゃんみたいって言うと、赤ちゃんみたい <laughs>。おばあちゃんみたい。な。っは。 ああちゃん,あうん、うん、ゆが,ゆがちゃんのさんありがとう,ありがとう元気握手会では割とツンツンなのにメイズとかねツイッターではゆがちゃんにテデレでデの「うんと、うん、ゆカちゃん」「うん」 3、ありがとう <laughs> 生写真とかね、ほとんど全部集めてくれてるんだもんね。ね。ありがとうこれからも集めてね。ゆがちゃんお話ししてみたいしましょう。かま、少しは日焼けよくなったうーん、なってないよ。ほら。 持ってないお酒飲んだ飲んでないよ飲んでないよ多分今日はすごくちょっとちょっといっぱい動いて体力を消耗してお腹空いたのでこんな感じなんですぐでーってしてる感じ で顔が多分赤いのは日焼けなので全然酔っ払ってない10年後とかにシミになってくるからキャーそうだよね YA のコメント薄かったけど名前がめっちゃ読んでる風だったから満足薄くないよ全然薄くないよオンライン会でいっぱいしゃべろうじゃんライト焼きじゃね ノーノー日光焼けですえっ本物じゃんショールーム知らしなかったどういうことですか本物じゃんってショールームしてますありがとうございます来てくれてぜひフォローしてください早く会いたいよだって会いたいねヒリヒリする ファンは顔を見せた方がいいかっこ質問ああどうなの、まあ、お顔見るのは握手会はそれが普通ですからねでもなんかさ恥ずかしいから握手会に行けないっていう方もいるじゃないでそういう理由があるんだったら全然いいと思うだってまあでも顔見れないと多分できないかもですねこれはオンライン会確かそう顔認証とか座るから 多分難しいかなうん恥ずかしくて相手がゆかちゃんだからおん気にしないで全然本来の人だから楽しいんだけど。 部屋映らないようにどこでやるのか悩みちゃうなんでよお部屋映していいじゃんお部屋紹介してよここが僕の部屋ですねってー本物だ本物だ動いてる青いしか聞こえないんだけどそれ本物だ本物だって忘れてたらどうしう忘れるわけないじゃん全然覚えてますメールの返信もよくいっぱいくれるし 部屋映したらゆかちゃん引くよそんな気ないの部屋やっぱりライト買わなきゃそこまでしてくれるの音楽司会部によって内容変えたりする内容内容って48の人はじめまして48の人たくさんいるけど知ってる子初めて見ましたえっ、ー ありがとうございますあ部屋と髪型とか着てくれるもの買えるかってこと多分お家からの配信じゃないので難しいかもですねあでもなんか着替え持っていけばいいのかな変えようかなじゃ変えよう何がいい私服私服じゃつまんない何着てほしい逆に何してほしい メールの返信で書いいてくださセーラー服絶対着ませーんわかんない家からじゃないのかわかんない何もわかんないですちょっと適当に言った何もわからないどっからなのか恐竜の境地暑いよいいけどチャイナ服 でこのチャイナ服が多い逆に何着てほしいえー、でもファンの方は握手会ではいつも T シャツ着てくれてるんですねだからなんか仕事してる服とか見てみたいかも仕事してる服とか見てみたいえスーツ姿とか見てみたい想像つかない方が多いえ <laughs> レースクイーン嫌でーす似合わないもん 確かに仕事帰りの人とかはさそのまんましてほしいだっていつも T シャツとか着てくださってる方は他の私服が想像つかないんですだから私服とか見てみたい皆さんのブラジルにはたくさんのファンがいますしいブラジルの人聞こえますかありがとうございます そうギャップがすごい迷彩服だからしえーかっこいいじゃん迷彩服2年前着てたしあ高校の制服とかってこといいやー制服恥ずかしいかしら 確かにシェードタンティーとかね着て来たことない方は着てほしいなテニスウェアあ着てみたいかもあフワマンマンさんあとハイドンフのお様さまさんありがとうございますフマンさんは えっと、ゆかが、ゆかとの握手が終わったらいつもお寿司屋さんに行く人です。最後の握手会が終わったら、じゃ、あ今日も寿司行ってくるわ。うん。<laughs> って、夕方です。<laughs> いつもありがとう。ゆかが、最後の握手の最後の方に、いつも、お腹空いてる時に <laughs>。いつもお腹空いてる時に、なんか。 じゃあ俺寿司行ってくるからとか言って自慢してくる人ですでもすごいね本当にすごい優しくてめちゃくちゃ床のことが好きな方でーす。<laughs> ねっいつも返信ありがとうっていうねっていうことも晒しちゃうのではい。 きっと喜んでるはずねっ函館から見てますありがとうオンラインだと寿司食べながらかなやめてね本当にずるい怖くて無理しないでね本当にあの全然もうそういうあれじゃないので無理しないでねおぎゅか今日も可愛いいよ大好きでありがとう はーいされてなかったら悲しいな認知し,し,してないわけないでしょあなた浦和からあ浦和埼玉ですね埼玉だ浦和ね昔行ったなうん、うん、こんばんはあ初見だってこんばんは熊本からあ熊本私行ったことないな 熊本ない,ないないな徳島から徳島も行ったことない秋田はありますってこと熊本の馬刺しおいしいえたぶん私ちゃんと名前言った記憶ないまた行っ,ってくれたる行ったことありますよ名前知ってる 越谷から見てるだって。ありがとうございます。秋田はカラオケの。そう,そう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 。冬に行きました。寒かった。またいろんなとこ行けるようになるといいね。本当に行きたいです。きこちゃんはファンのインスタとかも覚えてます。覚えてます。か秋田カラオケ大会行ったら。懐かしいね。審査員のようにな、なりました。群馬は、群馬行ったことあります。 アルシェから見てる何大宮アルシェ？顎突き出して顎？これでいいのこんなんでいいの？新潟市東区から見てますお！西浦からこれはまた埼玉、まあ、まあ西,西原浦ぎり東京か東京だ。 そうかせん、そうか、腰がやあ、そういう下口これか、あごってこれやっぱりあるし知ってるんだねうん大宮あるしでしょ、よく言ってました高校生の頃サイドのイルマッシえー、ありがたいです ええ、ありがとう。いや、ありがとうございます。パソコンとスマホで、どっちで、どっちからも見てくれて。北九州から見てます、マスク氏。あ、北九州行ったことあります。それあるか、握手会でも行ったし。千葉、木星か何言ってんの何言ってんの海外でもオンライン参加。 海外はできない気がするそうさっきできるって言っちゃったけど多分できないんですよね海外なんかどこがどこのあれが多いんだろう地域がなんかなんか新潟の人新潟から見てるよっていう人って言ってもこれじゃ把握しきれないえなんか新潟の方が多いのか関東関西とかか アンケートしたらあ地球地球駅もみんな地球じゃんそれ白ラコと水上公園から今は絶対嘘でしょうねこれえどこの方が多いんだろうどうやってアンケートするのこれ投票アンケート機能なんてなくない投票機能 コン機能なんてありますか投票ですよねわあちょっと気になるえ選択肢いくつ新潟東北関東関西北え,え、なんていうんだろうえ、あのさ九州とか沖縄のほう、なんて言えばいい東海 東海地方関東地方関西地方中部からんえ東海あ分からんよもう中部東海近畿中央九州四国ああ じゃあ、もう西の方と東の方と、新潟にするね。西の方、西の方、東の方、新潟でいいですか西の方、北の方、東の方、新潟。西の方、東の方、 新潟 <laughs> 海外 <laughs> それにしますじゃあ東と北のふじゃあ,あの北海道とかの方も東の方ではい西と東と新潟いきます1番が新潟ね2番が東3番が西1番新潟2番東3番西 ええー、どこが多いんだろう。名古屋は西、はい、名古屋は西の方になります。え、どこが多いんだろう。新潟の方どのくらい、一、新潟、二。東、三、西。東が多いのかな。千葉は東でしょう。 大阪は西じゃない大阪は西で関西なんでえっ1が多いえそう213東と西がいい勝負ないさう321終わりますピおーえ一1位東2位西3位新潟え やっぱ関東の方が多いんですね。まあ新潟は一つの県に絞っちゃったので。全然東が多い。あ西頑張ってるってコメント来た <laughs> えー、ほとんど東の方。まあ確かに新潟だけでこの人数は多いですよね。新潟の25%って多いですよね。え嬉しいなんか だって東っていろんな東西いろんな県ある中で新潟25でしょえすごくない新潟多い押せなかった西もえー すごーい !4 人に1人新潟えう、ー、嬉しい嬉しいちょっと近所に宣伝して新潟90%にしてくる <laughs> 西は大健闘え嬉しいですだって私関西の方からなんか関東でやっぱ東京でのねお仕事もあるから関東の方は 西の方よりしてくれてる方多いなと思うんですけど西の方でのお仕事ってやっぱ新潟だしなかなかないんですよだからこれで西は29%ト。嬉しいあありがとうございますっていうこと3,000人近くの新潟県民がええー、って考えたらすごい え、どこ見たんや <laughs> 今日ねりかちゃんと歩いてたら「NGT の子ですか?」って女の子2人がねすごい目をキラキラさせながら話しかけてくれたんですよ嬉しかったですねなんかすっごいキラキラで「はっはっ」って嬉しかったですねすごい。い女の子2人が リカで歩いてたらリカちゃんとユカちゃんって嬉しかったなぁうん「ワイも嬉しいだって西は中身がこうお確かに濃いというかキャラが濃いすごい <laughs> うん しかったなあと今日はえっと新潟のおじいちゃんたちが大人数何人かでいたんですけど8人くらいかなでいて「おーアイドルの子がおお!」って言ってでこうやって見たらお仕事中にねそうあお仕事中にその方たちがいて。 気づいてくれたんですよでゆかがあこうやってチラって見たんですよあなんか気づいてくださったんだなと思ってチラって見たらこうやっておじいちゃんたちこうやって手振ってくれてゆかも「ああ」って手振ったのそしたら「あっあっ」ってやってたの。<laughs> かかったすごく <laughs> でなんか私が終わって帰り,帰り際にもまだいらっしゃったので。 そうおじいちゃんたち8人組の方たちが「お!」ってずっと目が合ったらずっと手振ってくれて <laughs> <laughs> で「n c t v あってとですが、あのー、ぜひ応援してください」っつったら「わあ頑張ってねー」って言って一人の方と握手したらなんか一人の方と握手したらなんか「ああっ」て言ってくれて前の方が「ずるいよー」みたいな言ってくれたあ可愛い」って思って。 すごい。なんか嬉しかったです。なんかこうやって苦手の方でもこう。ご年配の方でもこうやって知ってくださって応援してくださってる方があいらっしゃるんだと思って。嬉しかったです。是 <laughs> 非応援してくださいって言ったら。あ,あ、あで言ってくださいました。 なんかこんな私が手を振って喜んでくれる方がいるっていうのが嬉しかったです。 優しかったな。今日新潟の松本清とたまたま,まぐる。そうだ。これを買ってたの。そう、リカちゃんと。これを買いに行ってた。見られてたの恥ずかしい。可愛すぎて二度見してしまいます。嘘。 完全に気づかなかった新潟また行きたい公園とかねまたあったら来てくださいね握手会とかも、ね、できたらいいんですけどちょっとリップクリーム塗りたい 昔東京駅の地下街で会った時話しかけずに不思議東京駅の地下街ってことは多分ラーメン食べに来てたんだろうな新幹線降りてラーメン食べてたの <laughs> かあ出張でたまたま来てただけでしたが新潟来てよかったえーありがとうございますそうだったんですね 私すごいダサい格好ヘしてたのこの格好に靴下履いてサンダル履いてた <laughs> 靴下履いてサンダル履いて靴下履いてサンダル履いてティカちゃん「ねえあんたその格好ダサいからやめなよ!」って言われたあまだデビュー前ウお懐かしい。 アイドルじゃねえないやちょっとすいません楽ちんの学校が靴ずれがすごくて今だからサンダル履くなら靴下履かないと痛いんですよそう靴ずれがひどくてだからサンダル履いたら痛いんですよ素足でだから靴下履いてたんですけど 見たことないけどダサい格好の方が床っぽくて安心するの <laughs> マジでたまたま私を見た時にめちゃめちゃダサい格好っていう確率の方が多いと思ってそもそもそんな外出しないからねなんか基本的に普段はダサめの格好っていうか T シャツズボンとかが多い ちゃんの新潟で見たけどスタイルいいから目立ってたよって言っても格好はダサかったんでしょどうせどうせねダサいダサいって言いたいでしょ前髪荒れてるよいいんですこのあとはほブラ生えて寝るだけだからいいんです ゆかちゃんがお姫様の格好しているのもありかな。no no 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 no, no!。そういうコメントしか拾われない <laughs>。まあそういう話をしていたからね。今日はゆっくり眠れそう。ゆっくり眠れそうです。ゆかちゃんこんばんは。こんばんは。優作さ,さぐれてない <laughs>。作れてない。はじめまして。 はじめましてはじめまして日焼け大丈夫うん大丈夫です痛いけちょっとヒリヒリしますねこれメイク取ったら鼻も結構ね赤いんですよねアイドルの衣装を着るのは好きですか好きですゆかちゃんのウェディングドレス姿見たい 似、えー、合うかなデザートはもう食べたうんまだ残ってますよ十和日光に祝いの日焼け釣れつらい。 かわい,いそれは思ってないかわいいの言い方ですねそれは思ってないかわいいの言い方新種は何回くらい来たのどうでしょう目が好き目,目ありがとうございますワイもン来たい ワワイイももたたいい,たいおしゃべり会の時にまた地雷メイクしてうんもうできないよ今年はツナいけるいけないと思いますねまだそんなに外出危なくないですか危ないよね多分外出ってまだそんなに。 綱畑は今年は中止あそうなんだゆかちゃんの YouTube 見たいん ?YouTube あー YouTube はでも難しいでしょなんか YouTube やっても需要がなさそう私 YouTube やっても多分なんか なんだろう需要がない特に多分顎のほくろこれ5社チャンネルそうねリカ YouTube やってますね でも YouTube ってさ難しいじゃんいや難しいでしょう YouTube は難しいでしょうになんか挑戦っていう意味ではすごくいいのかもしれないしいろんなあれがいろんな幅が広がるかもしれないけど 編集はスーパームーンはでできないですスーパームーパムンさんはできないです。TikTok 待ってんでんけど。ああ TikTok 難しい。頑張ろうと思ったんですけどね難しい。TikTok って何が流やってんの今これこれもう遅いもうもうはりすぎた

ドルちゃんドカバーナの香水ラララララみたいな <laughs> それすごい確かに聞く香水ドルちゃんドカバーナの香水ラララララ香水のせいだよだっけ香水でおめかしだっけなんだっけのせいだよ何 先週 m ステレ特集してたよガッパーあ皆さんどうもおはにーとみたいなそれもあるね聞いたことあるあ香水のせいだよだっけ <laughs> あ顔面国宝それなキ太郎さんのやつですよね湧いた湧いた泣いた湧ぎ散らかしちゃうみたいな歌ですよね 香水のピョドルチェカッパーナのその香水のせいだよ。ってるかな。推しの歌ありますよね。それでゆかちゃんも、あ、見ました動画。ありがとうございます。見た見た。すごいすごい。別にきあるよね。恥ずかしくてできないもん。画面見ながらさ。別に君を。恥ずかしい。 だってこうやってなんか顔見ながら口パクするんでしょあの口パクじゃないリップシンクするでしょ「別に君を求めてないけど」恥ずかしい可愛くできるならいいけど私可愛くできないから「春日部サンバ」「春日部サンバ」なんて言ってないよ「春日部サンバ」この前春日部サンバ聞きました

これも古い僕の好きな最強スインテールもともと知ってる春日部さんもお知ってる人がいたうちの車は春日部ナンバーおーなんだろうな TikTok う このポン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 みたいなうーんぽみたいなうーんぽみたいなたいな,なかったっけわかんない <laughs> まあいろいろありますああいよそうこれ私よくわかんないの「あいうえお菓ししたかきくけこんなにもさしすせソフトクリームごぞごぞうロップでいこう」

早く開いたいな横浜中心になっちゃうそうですよねゆかちゃん絶対できるじゃんできああああこ,こクリームソーダだからクリクリームソーダにほタてを入れたらやばいやばいやばいオッケーみたいなやつでしょマラカス片手になんとかなんとかやばいやばいやばいオッケーけどこ,これ来年まで流行るみたいなやつでしょ <laughs> どういうこと クリームソーダにホタテを入れたら、やばいやばいやばい。オッケー。マルカス片手、マルカス片手に、なんとかカントが、やばいやばいやばい。オッケー。なんとか、なんとかかっこいい。<laughs> けど、けど、な、これ来年まで流行る。オッケー 時間迫ってる、あと10分そうだよ今日は移動中 TikTok 見てたそれやっぱりかっこいいな <laughs> それやっぱりかっこいいそれ来年まで流行る <laughs> ロンヒアルロンリーガールあ知っ,知ってる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 あ嘘あと5分やばこの時計ちょっと狂っちゃってたあと5分ですあと何があるかなちょっと分かんないな勉強しよう

うん、ちょっと難しいね。チカちゃんが TikTok のフォローを増やしたいツイートしてた。あ、そうチカさんからそうさっき LINE 来て、なんかそうツイッターでね、TikTok のフォロー増やしたいみたいなことをツイートしたら、ゆかのファンが優しくて泣けるーゆかのファンさん大好きーって LINE 来たよ。さっきそう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  そうちょうど来てたお昼にねちょうどでもなかったお昼に来てたのゆかのマの方優しいって言ってそのツイッターのリプランのスクショが送られてきた私にそうそうだそうだそうだ山根千佳さん私の大好きな先輩事務所の 何をうん何をうんー何の歌遠くっていい何にも始まらなくていい春はどこから来るのだろう 世界の人よ晴れていてほしい壁汚れてねなんか壁ここ汚れてた <laughs> トとトとトとト中でいましょうあと二分です。 低画質、低画質嘘見てくれてありがとうございました皆さん今日もありがとうございましたまた配信しますそして間違えて新曲歌っちゃう歌いません ありがとうございました。皆さん、お付き合いいただいて、また突然配信するので、ぜひ、めちゃくちゃ楽しすぎ単語。<laughs> ありがとうございます。では、皆さんまた、今日もお疲れ様でした。5枚目のシングルよろしくお願いします。オンラインおしゃべり会もお待ちしてます。バイバイ。おやすみなさーい。 メール送りまーす。バイバイ。おやすみなさい。